Yes.今日はビーチ。アイロンビーズ？ビーチの。うん。そうだ。アイロン。焼き焼きましょう。アイロンビーズ作りましょう。まずは。うん。ダイソーでね。アイロンビーズ買ってきました。四角軸で結果的には3個しかありました。鬼滅の何かを作るんだね。ポスターね、ポストカードね。ポストカード、富岡義勇をアイロンビーズで作りまーす。ね、ね、ちょっと自分でやったんだもんね。ね、レンプン作途中までこれ富岡さんですってちょっと上手、よし、これの続きを作っていこう、はい、こういうなんかトゲ大丈夫か、四角いやつはこれトゲトゲのプレートにトゲトゲのプレートにトゲトゲのプレートに、よいしょ、ビーズを、ね、そのピンセットでこうやってつまんで乗っけて形にしていくんだな。よし、やってくれたまえ大丈夫か何それよし、やれやれ、ほらやれ、早くやれ。羽織らへんみたいな。ここだ。赤だよ。こんなの。これ羽織。あ、そう。ここだ。丁寧な手が。え、ないな。上もいいんじゃない？上だってもうなんか上髪の方が。あ、そ
と、あと1個、ここ入れたら完成だ。そこ入れたら完成だ。やったー、だってレレ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 レぽいぽい君、センスいいじゃないか。センスいいじゃないか。よし、じゃあ今度はこれを固めてきます。固めてきましょう。アイロンでね、ジュッて。うん、アイロン持ってきた。よいしょ。運動はせえじゃん、言いましょう。うっせえうっせえ。アイロンビーズやってんだ。よし、なんかこの紙をかぶせてアイロンをかけると。これがかけない。アイロン台はアイロンをかける台です。よし、そして紙をかぶせて、グラス、よし。アイロンは危険なので、熱いので、お家の人と一緒に使おうね。うわ、チキショー、おりゃあ。やるぜ。だってアイロンビーズ全然やってないじゃないか。お父さん一人でやって。まあここはね、あっちからいっか。ビーズが冷めてからゆっくりアイロンペーパーを剥がし、プレートから取り外して裏返しに置きます。はい、よいしょ。あっちに。でも取れるか。あー、潰れそう、潰れそう。え、潰れそう、潰れそう。あ、紙取れた。あー、なんかいいぞ。顔の真ん中の方は四角くなってしまったけど。まあいいです。まあいいです。おお、取れた。おお、取れた。そして裏返して、もう一回やると。よし。どうです。おお。ああ、いい感じです。おお、できたかもしんない。熱っ、熱っ、熱っ、気をつけて。熱い、気をつけて。はい、富岡さんアイロンビーズ完成。イエーイ。あ、富岡さんに見えるよ。富岡さん、うん、見える見える。できた。君遊んでる間にできちゃったんだけど。うん、ちょっとまだ暑いから触れないけど、実はレン君がこれを作ってる隙に父さんもなんとなく作りました。いっぱい作ったよ。タンチを、タンチを、キブツジさん、イノスケ、イノスケ、バチボボス、レスコ、バケツ、バケツ、センチ、センチ、モクレン、はい、できました。で、そしてレンプが作った富岡牛。よし、今日はここまで。あー、すごい、あー、やばい。やばい、やばい。キムズリさん、カウコア、ゼンツ、メイクは
バイバーイ。